こんにちは、おもとの方面園です。こちらはおもとでもよく使う日向土ですね。私たちもほぼ主体で使っています。で、お客様からこれ分けていただいたんですが、お客様の、名古屋のマンションで作られている方なんですが、この方ですとちょっとこの日向土ですと水持ちが良すぎて根落ちがちょっと多くなってしまうということで分けていただきました。で、おもとをやっぱ作っていくと自分のお棚に合わせてこういうふうに用土を変えていく。で、この方はもうちょっと水持ちの悪い軽石とか浅毛をもうちょっと主体にして日向土の割合をもうちょっと減らすということなんですが、で、そういうふうに用土をこう変えていくとよくできると思います。はい、では今回はこの日向土についてでした。おもとの方面でした。ありがとうございました。